はい、こんにちは。波乗り三昧です。2019年2月14日木曜日12時35分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ膝前後のシェアブレイクです。それですね、時は、晴れ、ただしね、雲も多めで、雪もちらついています。今日はとても寒いですね。今ですね、手先が動かないんで、暖かいんで、缶コーヒーを、なんていうんですかね、回路代わりに手先を今日は温めながら撮影していました。それですね、今日風はとても強い北西風が吹いて、います。で、人数なんですが、人数なんですけども、1名だけ、根っこのところにサーファー入って、いますね。それですね、今日は長潮回りで、満潮が8時27分、プラスの1メーター9センチ、干潮が16時53分、プラスの28センチとなっています。でですね、ほぼノーサーフといったコンディションですね。サイズがないために、北西風も とても強いのでね、まあ、寒さも関係してるんですけど、寒い上にこの、波のないところに入ってもね、辛い思いするとか、そんな感じで、サーファー1人しか入っていません。ことはないんですが、風強いんでね、この波ではちょっとテイクオフ、ね、難しいと思います。乗れてもテイクオフして立つ程度かな。ほぼノーサーフですね。岩門の方まで一応撮影いたします。街中はすごく曇ってたんですが、雪もちらついていたんですけど、海の上ね、雲が少なくて晴れ間が出てきて、日差しはとても暖かそうなんですけど、北西風強すぎてね、今日が一番体感温度寒いかもしれないですね。なんか予報ではだいぶ暖かくなってくる予報出てるんで、今日明日、寒さ我慢するとね、春は近いのかなと思います。あとずっと根っこまで戻ります。波がないので、
早めに終わりにさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。